前回はアグレッシブが秀一くんに勝利したぞ。今回はレジェンド対マサヤさんのバトルだ。バトルスピリッツバトスピやろうぜ。バーサスマサヤさん、ゼムリアス&カラミティボアデッキで勝負だ。いくぜ、ゲートオープン、開放。レジェンドのターン。個性同士、無限の信用、ゼムリアス投手。ゼムリアスで、はい、アタック時封印にコアブーストします。敵機、はい、が1万上がってるんで17000。はい、じゃあライフでいきます。1番スピアをコスト6にして、なるほど、ゴッドゼクスを6から、ゴッドゼクスでアタックします。天魔王ゴッドゼクスの効果で相手のスピリットのコア2個をトラッシュに。トラッシュに置かれた。じゃあそのアタックはライフで受けます。はい、じゃあ1番スピアでアタックします。効果で相手のスピリットのコア2個をトラッシュに。ご聖同士とゼムリアスが消滅。ライフでいきます。まあ、3枚としますで、2枚外します。グリーズクラッシュ、いやグリーズクラッシュでアタック、7枚外します。はい、グリーズ入ってマジックが落ちたので、はい、ゾーン高いのはでも、はい、どうしよう。はい、じゃあ、ライフで受けてターンエンドします。はい、なのでスタートステップで、はい、負けです。参りました。俺が俺の伝説だ。勝者レジェンド橘。レジェンド橘のバトル解説。今回紹介するのはこのカード、無限の信号ゼムリアスだ。このスピリットは軽減コストを全て満たせばコスト2で召喚することができるぞ。そしてアタック時には封印することもできるんだ。イノシシの12信号カラミティボアが手札になくても、早いターンから木の爆獣、グリズクラッシュなどの封印時効果を持つカードを活用できるぞ。封印時効果を駆使して相手のデッキを削り取れ。秀一くん、マサヤさん親子は2敗だ。残念。これからもみんなでバトルしようぜ。キーワードを送るとプレゼントがもらえるぞ。今月はアクセルだ。ウェブサイトから応募しよう。2016年11月よりバトスピダブルドライブ開放祭がいよいよスタート。バトスピを遊び尽くせ。装いも新たに開かれる開放祭、今からすごく楽しみだな。開放祭に向けて盛り上がっていこうぜ。さあみんな、世界ナンバーワン目指してバトスピやろうぜ。